レペテーションとは練習の間の休憩をしっかりと取り、質・強度ともに向上させるトレーニング方法です。つまり1本ごとに集中度を高めたタイムトライアル形式の練習となります。その時点の実力や調子の把握を目的に行います。また 100% に近い力の出し方をするので、スピードレベルの向上も期待できます。さらに実践に近い形式を取るので、イメージトレーニングやレースパターンの確認もできます。レペテーションは 100m、120m、150m、200m、250m、300m など距離を設定します。休憩は1本走った後に15分から20分取りましょう。この休憩が重要です。予選から決勝などレース当日をイメージして、疲労がどうやったら早く取れるかを実験してみましょう。僕の場合、ジョグや 10m ほどのダッシュを入れて休憩を過ごします。設定した距離に対してどれぐらいのタイムで走れるかを予想しましょう。実際に計測したタイムと差を測ることで感覚を研ぎ澄ませます。また感じたことをコーチにアウトプットし、感覚を共有します。練習相手がいる場合、もちろん競争を楽しむことが重要です。タイムは用意ドンの掛け声で測り始める、動き出した瞬間に測り始める、1本目がついた瞬間に測り始める方法があります。1より3の方が本番とのギャップが生まれます。毎回同じ計測方法を採用して基準にしましょう。次に計測したタイムの目安です。 100m の場合、自己ベストから0.2秒ぐらい速くなります。手動と電動計測の差がほぼ顕著に現れます。出したいタイムよりも少し速いと良いですね。 150m は 200m の自己ベストよりもマイナス 5.5 秒くらいが良いでしょう。21秒0の選手なら15秒5では走ることができます。 200m はおおよそ電動計測した自己ベストぐらいのタイムが出ます。練習で出たタイムが本番でも出せるので、自分の基準にしてみましょう。 250m は 200m の自己ベストからプラス 5.5 秒くらいでは走れます。ただ 200m や 400m の選手の方がスピードをキープできるので、これに近いタイムを出せると思います。最後に 300m は 200m の自己ベストからプラス12秒が目安です。距離にビビらず最初からスピードを上げていきたいですね。レペテーションのタイムや感じた感覚は練習ノートなどにしっかりと記憶しておきましょう。後で見返した時の参考になります。特に調子を落としている場合、これくらいのタイムで走れていれば安心という目安ができるので、良い心構えでレースに臨むことができます。